アルゴスです。皆さんにプライドはありますか？とまあ神経を触るような質問から始めていますが、今回はこのプライドについて触れていきたいと思います。よく耳にするワードにプライドの高いやつは嫌われるとか、あんましいいイメージが持たれないかと思います。しかしながらこのプライド、人間が人間をしていく中でとても重要なことであると感じます。プライドが高いことで場合によっては特定の人間に対して不快感をもたらすこともありますが、数々の困難を一生のうちに乗り越えることが必要な私たちの生活では、このプライドの高さがその人の命を守る大いなる盾になったりするわけです。絶対にこいつには負けらんねえ、絶対にバカにされたくねえ、こうした感情はむしろこの厳しい社会では必要な要素であったりする。私はそう思います。だからもしあなたがプライドが高いことを周りから注意されても、そこまで気にする必要はないかもしれない。極めてプライドが高いことはメリットを害が上回るかもしれないが、そこまででなければむしろ歓迎しても良いのではないか。私はそう思います。それではまた明日ね。